かめっちゃ前の COD 一緒にした時かなんかに、いや僕もてっきりもフレンドになってるもんだと思ってたんで、全然承諾してくれへんやんと思ってまだ早いかと思ってまだちょっと早いかいつになったらまだ早いかに、いつになったらね、全然合わせ完全に気づかなかったなじゃあどうします、もうつけました配信、ちょっとこれを機に、はい、まあ何を機にか分かんないですけど、ちょっとそろそろちょっとやっぱ壁を取っ払いたいなということで、壁、壁ちょっとですか、壁って、敬語の方をちょっとやめてもらいたいなっていう風に思うんですけど。あ、敬語っすね。はいはいはい、はい、いやもうだいぶ長いのに、確かにちょっとどうかなっていう。確かに。ああ、いや結構ちょいちょい挑戦してみてるけどじゃまだ早いんかっていう感じで何回か引き下がっててあ、年も近いっすもんね。そう近いっすよね。確か一つ上ですかね。ラークさんが一つ上ですか。いや俺が一つ多分下っすね。あ、え、ラーク、え、マジ？全然、まあまあ、ほぼ変わらんけどな、1って。え、28ですよね。28になりましたね。派生シーンと一緒ですね、僕が。まあちょっと、まあまあ、年下の分際師という、あれなんですけど、生意気なんですけど。変わらないけど、一切さとか。あ、じゃあ、敬語なしで、はい。敬語なしで。なしで。あ、じゃあ、お願いします。あ、どうも。じゃあ、お願い。お願いってお願いちょっとおかしいけど、我々がリードしてる翻訳、日本語翻訳機械か、機械、なんか今作めっちゃよく喋るから機械だとやかましいんだよねグレネードグレネードいっぱいいっぱいグレネードグレグレグレネードそんな言うグレグレネードグレグレネードいつからファマスはバースト武器になったんですか。でも元祖モダンのファマスってバーストじゃなかった。あ、そうやったっけ。うん、バーストで BO1 でフルオートになって、あれフルオートになったんか。そうそうそう、ショットガンの暴れる音が、あ、やべえやっぱやべえ、これ向き、あー、あっちゃうんだなこれ。いや、この距離やれへんよな、さすがに。あー、うまいじゃん。どう、ラッシュ来る、ラッシュ来る、ラッシュ来る。そんな出来たてクラーみたいな感じやった。昔のね、とりあえず崩壊マッチで強いやつをクランに入れるっていうね。昔のスタイルね。ごめんなさい。おーいっす。急なんでね。何も決まってないんで。唐突の。すいません。あ、どうもどうも。お元気してましたか。なかなか。グリちゃんに殴られんなと思って。あ、そう、いや、さっき言ってたよ、今配信つける前に。ふっと腕で。今指ポキポキ回して待ってた。怖いかなって。え、55いってたよな、確か。いや、俺な。やってるやんな。だいぶやってんで。そうやんな。だいぶやってんで。いや、おもろ思って。いや、最近、でも俺スナイパーダイヤモンド面接出したで。ダイヤモンド出した。嘘やろ、出したでやってるって。だいぶ早っ。ダイヤモンドでゴールドじゃなくて、ダイヤモンドめっちゃやってるじゃないですか。グリちゃんとやんの久々やな、ゲーム。え、ちょっと待ってください。そもそも通話したの2回目とかじゃないですか、これ。もしかして、え、ほんまに。いやガチ2回目とかの可能性ありますよ、これ。いやな、1回目がその派生シーンとレイジーさんで、なぜかこうラジオをやるっていう派生シーンの企画で、え、あ、そんなんや、うん、そんなんやったっけ。そんなんやって、なんか俺配信外でずっと e スポーツについて熱く語ってたような気がすんねんけど、それがラジオじゃないですかね。ラジオな、あれ。ハセシンとエペクスやってる時にグリちゃん俺が呼ぼうっつって呼んだら来てくれんくて、ほんで来てくれんハセシンが、いや確かな、グリちゃんなんかレイちゃんのこと嫌い言ってたよなっつって。あ、いや言ってない言ってない、絶対多分来てくれんと思うけど、一応呼ぼうかとか、やっぱり無理らしいわ。いや、それ言ってないって絶対。俺らハセシン陰でめちゃくちゃ言いすぎて、いつも怒られんで、お前怒られんで、そろそろ、ほんまに。ハセシンってやってもハセシン一人で実況してるだけやからさ。そうなんですよね。そうなんですよ。それで、ハセシンが自分が納得できる成績取れるまでやらされるから、撮影。あ、わかる。
お前めっちゃやったもん。もうワンチャン行こうかって言って。オールでやったで。うちらまだゾンビやってないんですよね。そう。一回も。あ、タイでやった、タイで。ああ。俺もタイでやったぐらいで。はい、タイ大変でしたよね。ね。はい、マジで大変。大変。じゃあ大変やった。何が大変？タイだけに。タイだ。向こうのタイのその番組スタッフがいたんですよ。で、はい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 、俺どこまで行っていいのか分かんないけど、その通訳さんが現地の人で、なんか突然こう呼ばれた通訳さんみたいな、もともと通訳でもないみたいな、うん、であんまり日本語ってやっぱまだできてないんですよ。で、そんな通訳の人と、で現地のスタッフはタイの人なんで、まあ、まあ、全くこう意思疎通ができないわけですよ。なんかなんかねえ、ねえ、もう地獄でしたよね。もうすごかった。まず、いや、もうほんまなんかいろいろと それだけじゃないんけどな、ほんま。まあまあいろいろあったんだけど。ほんま、いや、一番しんどかったんだね。いや、なんやろ、まずその、あ、これどうなん、言って大丈夫？ちょっと待って、え、わかんの？そういうこと。いや、いいかや、いいよな。まあ、いいと思ってたって言った。まあまあまあ。タイまで行ってんねんから文句言っても大丈夫し、やってんねんから。まあ、配信18時スタートで、入り時間9時だったか。ああ、ありましたね、それは。言っちゃったそれはいいんじゃないですか、全然。一応やっぱタイってなんかすごい雨とか降ったりして、そうそう、回線落ちたりするから、だってそもそもあの本番のガチ当日になるまでぶっちゃけ配信できるか分かりませんみたいな、コールが来たら電線がやられて配信ができないかもしれませんみたいな。しょうがない。コールもそうやし、なんかネズミにかじられたらとかも言ってた。言ってましたね。そう、ネズミに電線かじられて落ちるかもしれんって。いや、めっちゃおもろい話、山盛りやろ。ちょっと配信ではできひんような。配信でできない配信ではできないようなそんな話大変やん。いや、結構面白い、マジで。なんでタイなん、ほんで。なんか今年からタイで COD が発売するらしいんですよ、今年から。あ、初めて今まで出てなくて、で、それが多分一番の理由なのかな。まあ、普通だったりかな。タイはメッシどうやった、メッシ。いや、メッシな、なんかやっぱ物によるっていう、なんかやっぱすごい物によってやっぱすごい臭い。臭かったかな。あとトムヤムくんとか、あとガパオ、ガパオや。ガパオ。ガパオってどんな料理？え？ガパオライス。あのガパオライス。ひき肉とほら目玉焼きが乗ってる。あ、レタスに。あ、それタコか。ああ、なんかああいう感じ。わかる。タコスみたいな感じ。タコスみたいな感じ。タコスはタコ焼きみたいな感じ。メキシコか。タコ焼きみたいな感じか。そう。全然、まあ、みんなそれぞれ違うの想像してる気がするけど、まあいいか、とりあえず。え、強アドバンスの UFで嬉しい。あ、見ちゃって、レーダー見ちゃって。え、タクは無理かな、俺。時間がないかな。結局強い。あ、もう e スポーツ界のパイオニアやからな。そうやな。28っすけどね、もう。COD やよ。パイオニストよ、ほんま。グリちゃん、音負けへんやろ、試合。負けなさそう、マジで。武器庫開けまくり。うん。ほぼ全員それになってんの。奥で寝てるやつ。出ますよ、余裕。え？おー、生きてる。あ、やっぱ、でも。おー、モンタージュ。まだダメか、これ。まだダメか。まだダメ、これ。これ、下のあれか、赤点か。下やな。これ溜まってなーい。まだダメこれ。まだダメ。いつになったらで終わるのこれ。バグですか。
ドバンス。反応してる。わー、出てるけどー、ナイス。めっちゃ GG してる、実は、ポイントは。あ、2、テルミット強っ。えぇ、RPG 来た。もう勝率半々ぐらいっすよ。グリちゃんもパイオンずっとやってるけど、一回も飽きたりせんかった、コールオブデューティー。あー、いや、仕様ではなんか、飽きないっすね、ほんとに。すごいよ、白米って感じ。いやいやいや。